ヨランド・ドドルーは、スコットランド王アレグザンダー3世の2番目の日、後、ブルターニュコ・アルテュール2世の2番目の日。父は、ドリューハク・ロベール4世、母は、モンフォール女博ベアトリスで、母を継いで、モンフォール女博となった。1285年10月14日、ジェドバラにおいて、スコットランド王アレグザンダー3世と結婚した。アレグザンダーは1275年に、 先災マーガレット・オブ・イングランドと死別した後、1281年から1284年までの間に二男一女の子供全員に先立たれていた。1286年、再婚から5ヶ月後にアレグザンダーは、落馬により救世し、ヨランドとは子供を設けずに終わった。スコットランド貴族は、アレグザンダーと先災の娘マーガレットが、 ノルウェーをエイリーク二世との間に設けた娘で3歳のマーガレットをノルウェーの父親のもとに留めたまま女王に立てた。1294年、ヨランドはドルー家の同族でマーガレット・オブ・イングランドの老いでもあるブルターニュ公アルテュール二世と再婚し、二人は一男を女王を設けた。アルテュールには先輩、戦災マリード・リモージュとの間にすでに三男があり、 次男の娘ジャンヌとド・パンティ・エーブルいヨランドとの間に、儲けたジャンド・モンホールとの間で後に、相続争いが起こり、ウルターニュ継承戦争へと発展する。ありがとうございます。